女子高生に優しいがサラリーマンに厳しい駅員さん。女子高生の場合、はい、どうされました？切符なくしちゃいましたか？どこから来ましたか？岡崎からですね。あとここまで590円になるんですけど、ごめんなさいね、もう一回買っていただかないとなので。はい、すいません。じゃあちょうどいただきますね。はい、ありがとうございます。お姉ちゃん、お釣り590円です。次から気をつけてね。女子高生に優しいがサラリーマンに厳しい駅員さん。サラリーマンの場合、はい、どうされました？切符なくしちゃいましたか？ですと、どっから来ましたか？岡崎からですと590円ですね。もう一度買っていただかないとなんですけど。そうですね、買われたってのは分かるんですけど、やっぱ切符自体がないと出すことができなくてですね、申し訳ないんですけど、また見つかりましたら払い戻しはできますので。申し訳ないですけど買っていただかないと。お客様困ります。皆さんそう買っていただいておりますので、お客様お待ちください。皆さん本当に買っていただいていますので、お客様だけそういった通すわけにはいかないので、申し訳ないですけど、はい、すいません、お願いします。ですとお客様ですね、590円でもう規制扱いになりますので、3倍のうちいただきまして1770円ですね。